こんにちは、ぷくです。まあ、今外は真っ暗で、どちらかというとおはようございますになりますね。今日はですね、ブラックフライデー、朝の今5時半になりますね。アウトレットモールに来てます。朝6時からオープンするっていうことなんで、もう絶対にハイウェイとか出口も大渋滞するかと思いまして、かなり早くオープンの30分前ぐらいに到着したんですけど、まあ、車はまだまだ駐車場が空いててまだスムーズな状態でした。いや、昔ね、このアウトレットモールの前をブラックフライデーの日に通った時にもうハイウェイから大渋滞してて、これ渋滞はまんのやだなと思って早く来ました。まあ、でもね、僕今日は欲しいものほとんどなくって、まあ、冷やかし程度に、まあ、皆様にもこの状態をお伝えできればいいなと思って、結構でももう人は歩いてますね。コーチとか並ぶのかな。わあ、すごい。これ多分アンダーアーマーの列かな。いや、これはナイキの列ですね。こっちもまあちょこちょこ、やっぱスポーツブランド系は普通のアウトレットブラックフライデーじゃない日も結構混んでて、普通の日でも行列になっていることがあります。でも綺麗に並んでる。昨日一日お休みだったから、街ね、毎年この辺も全部、今回はハーフプライスですね。いや、毎年ね、今までは、まあ、去年は全然もうずっと家に引きこもってて分かんなかったんですけど、今まではもういつも私がこの動画でお伝えしているターゲットとか、あと、まあ、まだお伝えしてないウォルマートとかはもう木曜日の夜とかもセールしてたんですけど、今年はお休みみたいで、調べたらで、まあ、なんか楽しそうなの、やっぱアウトレットモールかなと思って、アウトレットモールを今回は、しかも朝早くに来てみました。そう、クロックス今流行ってんですよね。また昔ハワイにいた時にみんな履いてましたけどね。あ、ここのグッチ、子供グッチです。子供用品の、あ、やっぱノースフェイス混んでるな。とりあえずノースフェイス並ぼっかな。あと30分ぐらいでオープンしちゃうし。あ、全部 50% オフですね。これは何時から並んでんだろうこの人たち。あ、結構行列だ。あ、真っ暗、真っ暗な中並ぶ。わ、結構長い行列、どこまで続いてんだろう。すごいね、このスペース。並ぶ？せっかくだから。すごい、めっちゃ並んでる。列の後ろどこにあるんだろう。お店の後ろぐるっと回って、わ、まだまだ続いてる、すごい。わわわわわ。え、これ並ぶ？並ぶか、来たしね。なんか別に大して欲しいもんないから別に並んでもいいかなと。あー、寒い。あ、やっと後ろ着きました。すごいですね、お店のぐるーっと後ろまで並んでますね。ではちょっとお店オープンするまで待ちたいと思います。なんかゴミ箱に謎の電気がついてるんですけど、これ何なんでしょうね。あー、なるほどね、中身の量が見えるんだ。すげえハイテクちっちゃい、このちっちゃくてかわいい、こんなにちっちゃいな、かわいい、お人形さんの服みたい、かわいいね、ちっちゃいね。
あ、それかわいいね。$200。かわいいけどね。これもなんかふわふわの生地だよ。ティンパに行ってみます。に来ました。ここは全然外並んでなくてスッと入りましたね。かわいい。こういう色が好きなの。あったかいブーツが欲しいなと思っても寒いからね。かわいい。これはこの上のこのネタになってんだよね。あ、なんかそう、ちょっとこの辺見ていこう。一旦切ります。こんにちは、来ました。なんだろう。つなぎだ、つなぎ。あ、これは私の妹が好きそうだね。かわいい。さらに 40%。 これ金融手術は前からちょっと欲しいなと思ってんだけど。こっちの方が良かったかな、ね、値段が分かんないけど。同じ値段だね。安くなってんのか
だけど、めっちゃ混んでます。もう人がいっぱいいるんで、そろそろ帰りたいと思います。アメリカのブラックフライデーのアウトレット、感じることができたでしょうか。そろそろ終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それじゃあね、バイバイ。